皆さんこんばんは。始まりました、今夜もやんごとナイト、パーソナリティのかねちんです。このラジオでは皆さんから来たお悩みをバシバシ解決していきます。今回も便りが来てますので読んでいきます。ラジオネーム猫に仮想通貨さん、かねちんさんはじめまして。昔々あるところで見るからに怪しい男に、この壺を買うと毎朝壺の中に仮想通貨が溜まっていくと言われ、壺を買わされました。買った翌朝壺の中を見てみると仮想通貨は入っておらず、私は男にクレームをつけました。すると男は壺の中にスーパーゴッド天然水が入っていないからだと言い、天然水を毎晩壺に一滴ずつ垂らすよう言ってきました。私はなるほどと思い、毎月500円を男に払い続け、毎晩スーパーゴッド天然水を壺に垂らし続けています。最初は不審に思いながらも、ここまで続けてしまったのだから仮想通貨が現れるまではやめられないとドツボにはまっていきました。あれから28年、今まで一度も壺の中に仮想通貨は現れていません。私は騙されたようです。完全に男の思う壺だったのです。私はこの壺を見るたびに怒りがこみ上げてきます。かねちんさん、この壺を送りつけますので、どうかこの怒りを和らげられるように壺をいい感じにしてください。よろしくお願いします、とのことです。あー、猫に仮想通貨さん本当に大変でしたね。こちらがその壺ということで、これ梅干しとか入れるやつですよね。わかりました、僕に任せてください。きっと今怒りでいっぱいの猫に仮想通貨さんに癒しを与えるために、癒しの壺を押せる壺を作りたいと思います。
あ、行くぞ。Thank you.